久しぶりです。どうぞどうぞ。昨日の動画見て。あ、本当ですか。これをお住まいにしていただきたいと思います。ありがとうございます。ちょうど今日発送台、今日も聞きました。はい、午後1時に。あれですか、市営のなんか、昨日の病院で案内くれたんですけど、牧ヶ谷の方になんかペットなんだかっていうのがあるみたい。そこに昨日ちょっと夜中に連絡と。で、全部お骨にしていただけて、そうです、そうです、ね、全部やってもらえるのでみたいですね。もしよかったら、はい、そうです、入れてやって。はい、ありがとうございます。女の子だから嬉しいです。ありがとうございます。すいません。いえいえ、どうぞどうぞ。頑張ってうちもね、はい、がなくなってばっかで、うちも仮装してもらって。あ、本当ですか。で、妹のうちと自分ちと骨を分けて、はい、あれしたんですけどね。で、まだ犬もいるし猫もいるし、うちは、ね、ですか。なんか昨日聞かれて、うん、お骨はどうしますかっていうので、うん、いや引き取りますって、そうそうそう、うん、持って帰ってこようかなうん、そう、その方がいいですよ。そうですね、今ちょっと2階でね、うん、まだ。あ、寝てます。そうですね、ね、ゆっくり、うん、いや、もうありがとうございます、すみません、お忙しいとこすみませんでした。いえ、とんでもないです、とんでもないです。またゆっくり来ます。わかりました。うん、ありがとうございます。ちょっといろいろ大変みたいですけどすみません。涙が出てきちゃって、しょうがないです。もうね、ペットレスっていうのはもうね、すごい、なんていう、ごんじゅう、犬を亡くしてるんですよ、はいはい、で医者のミスで、医療ミスで、診断ミスで死んじゃったんですけど、で、何、本当に何、その元気だった子がポコンといっちゃったもんで、ものすごいショックだったんだけど、やっぱその子も仮装して、うん、ちゃんとしたんですけど、うん、ね、やっぱね、そう、亡くなっちゃうと本当に何か、そうですね、もうちょっと昨日から、本当はもう昨日の朝一で連絡もらって、ちょっと調子が良くなってるもんで、まあ、日曜日、今日の朝10時に来てもらって、その時までの検査で、1回連れて帰ってもらうことも、なんて言ってて、ほんで、まあ、喜んで仕事してたら、ね、夕方電話あって、容体が急変したっつって。ちょっとこう急だったからね。そうですね。何、こう自分が見とってあれじゃないっていうのは ね、ちょっとね、本当にね、なんとも言えない。で、ね、連絡もらった時は、うん、まあ、ちょうど危篤状態になっちゃってるもんで、なんつって出ようと思ったら大渋滞を起こしてて、でそういう時に限って誰も止まってくんないですよね。で、信号も全部赤になっちゃうし、なかなか出れないね。そうですね。で、着いたらもう、ほんのついさっきですっつって、うん、ショックですよね。大ショックでしたね。まあ、でも苦しまなかったっていうから、そうですね、うん、それだけでね、眠るようにこう言ったもんで、ね、なんつって、うん、それだけではね、うん、よかったかな、良かったですね。すいません、またちょっと僕ゆっくり行きたいもんで、はい、ありがとうございます。これ本当、はい、もうあれですよね、出てっちゃうんですよね。そうですね、もうすぐ、今日ちょっと帰ってきたら、リアのエアバッグもう一回エアモロ起こしてるとこ分かったもんで、昨日それも喜んで動画撮ってて、こっちが直したですよ。入れ替えたんですね。そうです、そうです、やっとエアモロが見つかって、片側直してもう片側もなんつって言って喜んでやったら電話もらっちゃったもん。その動画もまだ出してないですけど。そうですか。なんかね、ここにあった黄色の、はい、はい、トラックの57、うん、はい、あれもすごい、何、いい音、そうですね、聞いて、うわ、いい音だなと思って、ね、もね、やっぱ、はい、あの音がなんていうか、たまらないアメ車っぽいっていうね、そう、そうなんですよね。いえ、またちょっとゆっくり、またゆっくり、はい、申し訳ないです。お花ありがとうございます。そんなことないです。なんかそんなもんで申し訳ないんですけど、そんなもんです。すいません、本当ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します
ありがとうございます。